じゃあクロちゃんどうぞ。じゃあじゃないよ。じゃあ見て見てほら、なんとお乳のお服ができました。これはどこに差し込むやつなの？いやドア玉ですよ。ドア玉なの？ドア玉なの？シーズン7のドア玉です。え、夜中からやんの？そうですよ。いやいや今だって5時過ぎ？夜中じゃないですけどね、だから。いやいや暗いからもう夜中って言ったら見てる人たち夜中だと思うでしょ？いやいや、そうなんですよ。いやそうなんですなくて、いやこの時間からって、いやいつもだって朝から突貫工事のように半日ぐらいやってもうそのまま帰ってしまうっていうやつなのに、この時間からってことは、え、今5時でしょ、はい、何時までやんの？28時間ぐらい。28時間、労働基準法違反だよ。ということで、はい、この静岡に来れば、うんうん、我々レンタルクロちゃんがしなきゃいけないことといえば、はい、こちら、うん、静岡競輪場。そうですよ、ご当地競輪場担保、うん、待って俺思ったんだけどさ、もうごめんね、この意見が正しいかどうか分かんないよ。この後ろに大人がいろいろなんか暗がりなんか見えてんだけど、俺言っちゃいます、レンタルクロちゃんって競輪番組？ねえちょっと分かんないんだけど、別にいや C じゃないのよ。いやありがたいよ、もうそういう趣旨で俺もやったらいいんだよね、はい、いやけど静岡競輪場その下ご覧いただいてもいいですか。はい、はい、あ、競輪グランプリ P ハピププリプリンからプリンスグランプリなんですよ、あれで、あ、プリン、あ、読んでるじゃないですか、ちゃんと読めたのに。いちいちいいんですよ、もうそういう茶番は。プリンスじゃないの？茶番じゃないの？英語苦手だから初めに教えといてよ。な、雰囲気で読めてたのね。読めてましたから。じゃあ、競輪グランプリ2021、はい、そっか、2021の一番最後のお祭りがここで開かれるんですね。やっとですか、もう15分回してますから。早くこれに行きたかったんですよ。言ってほしいんだ、カンペ出してよ。全国進出計画第3弾、今回は競輪界最大のビッグレース競輪グランプリの開催地静岡へしれっとやってきました。我らが地元広島出身の松浦選手も出場決定。これはクロちゃん応援するしかないでしょうよ。いったしよ。ねえ、もうなんか当ててんじゃないか。ってあれ、みんな何やってるのよ。仕事してくださいよ、あなたたち。やってんな、マジで。レンタルクロちゃん。静岡競輪場初めてかな。ここで年末、はい、うん、競輪グランプリが開催されると、はい、いうことで、うん、松浦選手との約束の地、今日はここでですね、うん、ナイターレースをしっかり研究して、はい、うん、年末士気を高めようということで、はい、勝手に応援団ということですね。勝手になの？いや、ちょっと待って、それはもう言ったもん勝ちなやつじゃん。勝手に言えたらダメだって。応援してくれてるじゃないの。音かぶってるから。何なの、すげえ響く。ちょうど始まるんじゃないですか。え、こっから、待って待って待って、なんか色鮮やか、すごい、めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い、あそこ、やってんだよ。気をつけて。いいんですよ、ちょっと溝があるから。いや、いいんですよ、分かってますよ。いや、見れば違う、かぶりつきの席で見ようと思ったらガコンってなったのよ。いいんですよ。いや、人かと思ったらあれ違う、あれ、あれだ、保つやつだ。そうです、スタート台、うん、ちょっと番組に行ってみましょうよ。え、見に行けるの？はい、こっち東スタンドとか、なんか結構広いし。そうなんですよ。いや、これ結構風の影響を受けそうな感じのバンクな気がする。お、しかも、はい、今もう暗くなって見えないですけど、はい、この向こう側に富士山が見えるんですよ、
ちょっと見たいんだけど。こっから見えるんですか。そうですそうです。この向こう側、このスタンドの向こう側が。うん、すごいね。日本一の富士のふもとでレースが見れる、はい、レースができる。はい、すげえじゃん。なんかご利益ありそう。ちょっと傾斜見てみましょう。傾斜。うん、今日なんかさ、いやちょっと思ったのよ、はい、前回と前々回とさガールいたじゃん、はい、ガールいないの。レンクロガール、レンクロガール、そうそう、レンクロガールいないですよ今日は。嘘でしょ。レースですから。いやいや、説明してもらわないとこっちもコストカットしたな。パーカーにちょっとお金が。いや違うよ、これで演者一人出ないって何なの本当に。やっぱ今日はもう本番中の本番ですから、ガチンコ中のガチです。そうですよね。の走りを見られるっていう、3回目にしてついにちょっとその辺も見ていけてるからなっていう、はい、いやけど普通に本当に嬉しいね。発送いたします。うん、わちょっと普通にドキドキするね。ドキドキしますよ。おう、これで今位置取りをしてるわけですね。うん、いやだからね、どの選手どの選手がライン組んでるとかね、うん、2人で一緒にくっついていったりとか、3人で行ったりとか、短期行って1人で行ったりとかするから、それすらも今分かってない状態で見てるからね。でもこれ出走の選手が神奈川2人と青森も2人いたから、はいはい、あな多分だけどそれはもう、ね、地元勢で来るもんね。すごい。だけど一番最初のさ、あの加速つけるためにバッて走る感じがやっぱすごいね。すごいっす。綺麗。いやなんか綺麗ね。綺麗。さあ、ジャンが鳴った。あと 1.5。1周ターン。1が短期なのかな。一番後ろから白が来た。白が短期の1が速っ、速っ、めっちゃ速っ。すげえ。何キロ出てんのマジで。うわ強いね。けど後ろから追っかける。4が来るけど、4が来るけど追いつかないか。このままかな、このままかな。153かな。いや一社の人はすごいね。ん、何やばいやばいやばい。ちょっと、いやいいんですけど、ちょっと行きましょう行きましょう。ちょっともうもう一つのジャンが鳴ったんですよ。いやジャンが鳴った。いや嘘、あと一社なんですか。ちょっと抜けてください。ジャンが鳴ったの。ジャンが鳴ってるんです。あの明かりのついてるところ。明かり、あそこ。静岡競輪場といえば、はい、名物。え、名物食べ物。あ、すごい、なんかいっぱいある。あ、焼きそばだ。違うんだ。え、違うんですよ。おでんです、おでん。おでん、あ、すごい、なんか静岡おでん。静岡おでん。ちょっと大将に聞いてみてください、ちゃんと。大将すいません。はい、なんですよ。あの、ここの、うん、静岡競輪 の、はい、あのお店のおすすめの食べ物って何ですか。まあ、静岡競輪っていうとね、はい、の牛のフォアって言ってね。牛のフォア、肺になるんだけれど、牛の肺の部分、うん、フォアって言うんですけど、はい、うん、まあ、フォアっていうのはね、ふわふわしてるもんで柔らかいもんで、それで、はい、通称名でフォアって言うんですけれど、ちょっと全国にないんですよ。え、ここしかないんですか。大概ね、あとはね、こう味噌煮にしちゃうとか、はいはい、あのこうやって串で売ってるっていうのはね、静岡だけだと思いますけれど、はい、じゃ絶対食べないといけないやつじゃん。これがもう今日、はい、もうすぐお店が終わろうとしていたんです。そうそうそう、そうなの。だから、いや、あ、正直今閉めようかと思う。いや、だめだめだめ、早いって。ジャンが鳴ってたわけですよ。ジャンが本当に鳴ってたんだね。本当に鳴ってたんだ。いや、お父さん待って、ちょっとせっかく来たんだから食べたい、僕。今
お父さんかけてくれたこれは何ですか？これはお味噌です。あ、味噌、うん、かけるだから静岡はね中間点だもんで、はいはい、東京名古屋の、はい、何でもありなんです。いや何でもありなんいやいや違う、これ青のりとだし粉、え、それもかけるんですか？うん、いや、これは好き好きだもんで、はい、いや、なんかもうすごい、もともとのシンプルで食べてないからね、俺ちょっと、いただいてみてください、はい、これ好き嫌いはっきりするもんですから。いやいや、嘘でしょ。え、こっち側がホヤですか、普通の？いや、それだけど、ホヤじゃない、フワ、フワ、あ、フワ、フワちゃんと、フワちゃんと同じです。あ、フワ、じゃあフワ、いただきます。さあ、なんていうかな、食べたことない味でしょ。うん、あーすごい、あーすごい、あ、結構きますねこれ。の飲みたくなるでしょ。これ飲みたくなる味。結構癖がある感じで、うん、で説明つかないですよね。これ食ったことないこの味。全部ご主人に言われてるじゃないですか。何なんですか、先に言うんだもん。一応ソースかけますか、はい、いや全然来るかどうか分かんないんですけど、お父さんこれ。ね、黒はんぺんっていうのは、本当に黒いわけじゃないですか？昔のね、とか、お魚をね、骨まで全部砕いて、すり身になってます。で、それで黒はんぺんになってる。ちょっと黒いかどうか食べてみたらいいです。本来の姿はこれです。おお。これが黒はんぺん。白じゃないから、一応黒はんぺんなんか、どちらか黒って、黒でも白でもなく、まあ、なんかオフホワイトみたいな感じの。宮迫さんじゃないです。え、宮迫さんじゃないんですよ。オフホワイトはんぺんですか？お父さんが黒を食べればいいんだよね。ダブルクロちゃんね。いただきます。おいしい、うまわわ、めっちゃうまい。ちょっとハンバーグみたい。へー、うん、まあ、すり身ですからね、うん、今のコメントダメですか？え、今のコメントダメですか？肉じゃないからちょっと。いや、美味しい、めちゃくちゃうまいですよこれ。いや、正直はんぺんってこんなに香ばしいと思ったことないから。まあ静岡の人だと、まあ、これがふるさとの味ですよね。もう一人、はい、特別ゲストがいまして。もう一人特別ゲスト、はい、どれ、すぐ行きましょう。静岡競輪場の名物、はい、名物、はい、座って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 、はい、そして、地元トリオですね。6番飯田健二、5番大木雅也、1番飯尾力というわけで2対2対3の3分。え、これ待って、なんか配信してない？これ邪魔すんな。いや、邪魔すんな。邪魔すんな。いや、知らない、なんで座らせたの俺だったらここに。